中原美濃議員の一般質問にお答えいたします。はじめに、私からは今回の市職員の不祥事の対応について、一言報告をさせていただきます。はじめに、怪我をした子どもたちをはじめ、ご家族の皆様、市民の皆様に心からお詫び申し上げます。子どもたちの一刻も早い回復をお祈りするとともに、教育委員会とも連携をし、全力を挙げてケアをしてまいります。管理者である市の対応といたしましては、まず教育福祉関係の職員、管理職でございますが、病院へ向かい、お詫びと状況確認をさせていただきました。で、その間、午後1時に議員全員協議会に報告申し上げ、マスコミ関係に連絡をして、午後3時から記者発表をいたしました。その後、副市長が病院および被害者のご家庭に伺い、お詫びを申し上げております。市長からはホームページに職員の不祥事についてお詫びを申し上げております。職員には交通事故防止について、正規職員はもとより嘱託員、臨時職員も含め、全職員に朝礼等を通じ、再度徹底するよう一斉通達を行っております。また、事故現場には毎朝、学校および教育委員会での見守りを行っており、毎年実施しております通学路安全点検を、時期を前倒して早急に実施することとしております。また、職員研修での特に交通安全、今回も含めてですね、コンプライアンスの遵守についても徹底するよう研修を充実させていきたいと思っております。私からは以上でございます。健康福祉事業部長。私からは一般質問の中の市民生活に関してのうち、障害者共同作業所の環境整備についてお答えいたします。塩尻市障害者共同作業所の閉鎖につきましては、2月9日の議員全員協議会でご説明申し上げましたけれども、作業所の閉鎖により現在の利用者の皆様は障害福祉サービス利用へ移行していただくことになりますので、市といたしましてはサービスを利用するための障害支援区分の認定調査を行い、新たに通所する事業所を選定できるよう相談・見学等の支援を行っているところでございます。また、障害者一人一人の心身の状況、置かれている環境、サービス利用に関する意向、その他の事情を勘案いたしました障害福祉サービス利用計画の作成が必須となってまいりますので、これを担当していただける相談支援専門員との連携を図るなど支援を行っているところでございます。このような手続きを得て、サービス内容や通所先が決定されますと、市ではサービス利用のための支給決定を行うこととなります。利用者の皆様にとっては、4月からはこれまでとは環境の違う事業所へ通所することになりますので、移行先となる事業所に対しましても、利用者の皆様が一日でも早く慣れていただけるような配慮と支援についてお願いをしてまいります。今後は計画相談のモニタリングの報告を受けたり、個別の支援会議に参加をするなど、利用者一人一人の状況に応じた個別支援を行うことになりますので、これまで以上にきめ細かな支援ができるものと考えております。以上でございます。
市民生活事業部長。私からは市民生活に関してのご質問のうち、消費生活センター、新興バスの回数券、特殊詐欺被害に関わる3点のご質問にお答えいたします。最初に、消費生活センターは、身近な消費生活相談窓口として、また相談体制の充実を図るものとして、平成26年4月に、消費生活専門相談員の資格を有する職員1名を配置し、市民課内に設置いたしました。消費生活センターでは、市民の皆様からの消費生活に関するさまざまな相談の対応を行うとともに、消費者トラブルや特殊詐欺被害に遭わないよう、最新の情報などを出前講座等の機会を通じてお伝えし、啓発を行っております。相談件数につきましては、消費生活センター設置前の平成25年度が203件であったものが、設置初年度の平成26年度が475件、2年目の本年度は2月末現在で461件と、設置前と後では約 2.5 倍の増加となっております。消費者を取り巻く環境はサービスの多様化や情報化などにより、日々目まぐるしく変化しており、相談内容も多岐にわたり複雑化しております。最近の傾向といたしましては、インターネットを利用した通信販売、電話勧誘販売、訪問販売等の相談が多く寄せられています。今後も身近な消費生活相談窓口として PR を行い、市民が安心して安全に生活ができるよう取り組んでまいりたいと考えております。次に、新興バスの回数券につきましては、平成28年4月から販売・使用開始を予定しております。ご提案の1日券につきましても、回数券を検討する際に、合わせて検討させていただいた経過がございます。他市の新興バスでは、1日券はおおむね300円から500円で販売しており、仮に本市で導入した場合、現在の運行本数や路線形態では、購入金額に見合うような利用が難しいかと考えられ、利用率の観点から現時点では導入はまだ考えておりません。今後、利用者の声や他市の運用形態を参考とする中で、引き続き研究してまいりたいと考えております。続きまして、特殊詐欺被害についてでございますが、県内で昨年1年間に発生した特殊詐欺による被害状況は、長野県警察の発表によりますと、297件認知し、被害額は8億500万円余でございました。前年と比べ、件数は107件増加したものの、被害額は2億2400万円余の減少となっております。塩尻市の昨年1年間の状況につきましては、塩尻警察署に確認したところ、被害件数は18件、被害額は3408万円余で、前年と比べ件数で14件、被害額では1800万円の増加となっており、件数、被害額とも前年を大きく上回る、極めて深刻な状況となっております。被害が大幅に増加した要因ですが、全国的にも犯行手口が多様化し増加する中で、本市では地理的条件、特に道路、鉄道などにより犯人が現金の受け渡し後、自動車や電車を使い関東圏あるいは中京圏や関西圏へ容易に逃走が可能な地理的な特性もあるのではないかと考えられております。特殊詐欺被害は誰もが遭う恐れがあることから、市では特殊詐欺対策として従来から啓発事業を重点的に行っております。市広報誌、ホームページ等の活用、地域の会議や集会、高齢者施設に出向く出前講座を通じまして、詐欺の手口や対処方法等をお伝えし、注意喚起を行っております。また特殊詐欺が疑われるような事案が発生した場合には、
塩尻警察署と連携し、直ちに防災行政無線により注意を呼びかけ、早期対応を図っております。私からは以上です。子ども教育部長。私からは子育て支援に関して、小中学校の歯科検診結果からの児童生徒の治療状況についてお答え申し上げます。学校保健安全法に基づき、学校においては各種健康診断検査が行われており、このうち歯科検診は春と秋の2回実施しております。歯科検診では虫歯や歯並び、歯肉炎等の検診を学校医である歯科医師が行い、その結果から治療が必要と思われる児童生徒の保護者に対して養護教諭、担任教諭が通知等の受診勧奨を行い、治療後に保護者から学校へ報告をすることとなっております。平成27年度の市内小中学校の歯科検診の状況につきましては、2月25日現在、春・秋合わせた延べ人数で、小学校では治療が必要な児童数は1437人で、全児童数に占める割合は 40.6% であり、このうち受診した児童数は681人で、受診率は 47.4% となっております。また、中学校では、両方の中学校を含めて、治療が必要な生徒数は812人で、全生徒数に占める割合は 42.7% であり、このうち受診した生徒数は241人で、受診率は 29.7% となっております。小中学校の合計では、両方の中学校を含めて治療が必要な児童生徒数は2249人で、全児童生徒数に占める割合は 41.3% であり、このうち受診した児童生徒数は922人で、受診率は 41.0% となっております。私からは以上です。建設事業部長。私からは、子育て支援のより細かな対策と定住促進に関連いたしまして、土地利用計画について、市街化調整区域の制限について、どのような条件で市街化編入できるのかという2点についてご質問ございました。都市計画法で定める市街化調整区域は、市街化を抑制する区域として、建築物の建築が制限されております。市街化調整区域に新たに住宅を建築する場合には、都市計画法の許可等が必要となり、市外から来られた方が新たに住宅を建てることは、許可要件がないため、なかなか難しいと考えております。しかし、第三者が都市計画法の許可を経て、既存の住宅を建て替える、またはリフォームを行うという手法も考えられます。この手法は、平成27年2月、昨年の2月に県の基準が一部改正されたことにより、既存の住宅について、括弧1といたしまして、許可等を受けた者により、10年以上適切に維持管理された住宅、括弧2といたしまして、許可等を受けた者により、5年以上適切に維持管理され、かつ建築後20年以上経過している住宅など、許可要件を満たせば、建て替え等が可能となりました。いずれにいたしましても、都市計画法に基づく許可権限は県にあり、最終的な判断は県が行うこととなりますが、個別の案件がございましたら、市都市計画課へご相談いただければと思います。次に、市街化編入の条件についてのご質問ですが、有料農地を宅地開発などにより、市街化区域に編入していくためには、いくつかの条件を総合的に判断する必要があります。その条件となるものが大きく5つございますが、
一つとして人口及び産業の状況、二つとして確実な事業の実施、三つとして農林業政策との調整、四つとして上位計画との整合、最後区域の明確化でございます。一番の人口及び産業の状況については一般的にフレームと呼ばれるものでございまして、人口を最も重要な市街地規模の算定根拠としつつ、世帯数や産業活動の将来の見通しから市街地として必要と見込まれる面積であることでございます。2番目、確実な事業の実施につきましては、道路、公園等の公共施設が確実に整備され良好な市街地の形成が行われること。3つ目、農林業政策との調整でございますが、自然環境の整備保全への配慮として都市計画と農林業に関する土地利用及び諸施策との十分な調整がされていること。4つ目といたしまして、上位計画との整合については、都市計画マスタープランとの整合はもちろんのこと、庄司市国土利用計画や市の総合計画などの上位計画との整合が取れていること。5つ目としまして、区域の明確化については、鉄道や道路等の地形地物により市街化編入する区域が明確に判断できる一段の都市であること。以上の条件を整理しつつ、市街化編入に関しての都市計画決定権者であります長野県と調整を行います。また市街化編入には農林水産大臣へのあらかじめ協議をした上で国土交通大臣の同意を得る必要があることから、国とも十分に調整をしていくことが必要となります。なお庄司駅北地区につきましては、先ほど述べました条件を満たすこととなり、県や国との調整もおおむねの了解を得られたことから、現在市街化編入に向けた都市計画手続きを進めている状況でございます。私からは以上です。地域ブランド担当部長。私からは地域ブランドの新たな方向での検討についてお答えいたします。銀座長野におきましては、ワインをはじめとする地域産品を市長のトップセールスなどにより PR することで、本市の認知度向上を図るイベントを昨年の11月から恒常的に開催しておりますし、1階のショップでは17種類の庄司産ワインや基礎漆器など地域産品を販売しておりますので、イベントの帰りやリピーターとなり次の来店時に購入される方がいらっしゃいます。また中京圏での PR が走行し、長野県の名古屋事務所が入居するビルの地下1階にあります信州名産ショップにおきまして、この2月から庄司産ワインの取り扱いが始まりました。早くも追加の受注が入るなど好調な滑り出しとなっております。また昨年12月には軽井沢で開催された国際カーリング選手権大会のレセプションに、1月には新宿伊勢丹に臨時開設されました長野県の食材を活用したフレンチレストランにおきまして本市のワインを提供し、レストランのシェフをはじめ多くの来場者に庄司産ワインのクオリティの高さを実感していただきました。ワインブームといった追い風にも同調したこのような取り組みにより、本市の認知度はもちろんのこと、来訪意欲の向上やコアな庄司ファンの獲得につなげると同時に販路の拡大にもつながっているものと考えております。次にワインに関する新商品開発につきましては、ご提案されましたワインセットや菓子につきましては市が主導して商品化することは難しいと考えておりますので、庄司ワイン組合や主販店等関係者の自発的な開発を期待しているところでございます。なお現在進行しております取り組みとしましては、山梨大学と共同開発しているナイアガラスパークリングワインのリリースに向け検討会を開催しておりますし、過日新聞報道もございましたが、長野県畜産試験場ではメルローの搾りかすを餌に混ぜて育てる、仮称でございますが、
塩尻メルロートンの試験研究を進めております。和油振興は原料となるブドウの栽培支援をはじめとする産地形成や、まあ、ワインそのものの品質向上に基軸を置きながら塩尻商工会議所やワイン組合生産者などとも連携を深めまして関連商品の開発などの研究をしてまいりたいと考えております。私からは以上です。子ども教育部長。私からは国の有形文化財の有効活用についてお答えします。市内の国有形文化財としましては指定重要文化財が6件登録有形文化財が17件あります。また国選定の重要伝統的建造物群保存地区いわゆる重伝建地区では中山道の宿場町である奈良井地区および執行町木曽平沢地区が選定されています。国指定重要文化財は現在半解体修理を行っている堀内家住宅をはじめすべてが民家建築であり、本市は個人所有の指定重要文化財民家の所在市町村としては東日本随一の集積度を誇っております。中山道沿線の建造物の国有形文化財としては塩尻町の小野家住宅、堀内家住宅、元山宿の3棟連続する出し張り造りの町屋群、仁江川の深沢家住宅など合計11件があります。有形文化財等のパンフレットについては指定重要文化財および重伝建築のマップがあり、優勝となりますが塩尻学びの道という全市的なマップを作成しております。また市のホームページ上に国有形文化財を含んだ市内文化財一覧を搭載するとともに市民を対象とした市主催の温故知新の旅の中でもコースに積極的に組み入れるなど活用への取り組みを進めております。私からは以上です。